欧州館ドアの欧州館対策過去問完全解説動画10年分の講座のお知らせです。このね過去問戦のね、適正試験編のちょっとお話をさせていただこうかなと思います。で、まあ、10年分過去問あるんですけれども、欧州館の試験問題の傾向しっかり見ていくとですね、欧州館の試験でねポイントになるところっていうのがねたくさんあるわけですね。で、過去問はねただ解けるだけではダメです。またね、ここに赤本に載ってる解説なんかもですね、解き方がね、よくわからないよ、言葉でねパッと書かれてるだけだったりとか、あと別解もたくさんあったりとかですね、短期間で解くような方法っていうのもですね、欧州館のこの過去問完全解説動画適正試験編10年分というところでね入ってますので、ぜひねその過去問完全解説動画適正編見ていただきたいなと思います。またですね、今年これから28年入試迫ってきてると思うんですけれども、今の6年生の方はですね、平成27年直近の問題ですね、この問題がですね、今年も踏襲されたような形になって、28年度2月3日あと、まあ、数十日で、試験迫ってると思うんですけれども、なると思います。ですので27年の過去問ただ解けるというだけではなくてですね、しっかり過去問というのは、ね、分析して、初めて力になりますので、それがどうやって試験本番の時に出た時に対処すればいいのか、これをですね、直近から27年からどんどん遡ってってやっていくとですね、結構びっくりするようなポイント引っ掛けなんかもですね、たくさんありますので、10年分の過去問というのをね、これからの時期直前期何をやっていいかわからない、焦るところたくさんあると思うんですが、過去問をね制すものが欧州館受験を制すということで、過去問中心のお客さん勉強、これをねお勧めしたいなと思います。またですね、この通信教室の生徒さん、過去問をね、受講されている方でもですね、欧州館の必勝面談ということで、私飯塚の方がですね、特に6年生に向けて、直前期もですね、面談させていただくこと可能ですので、ぜひこの適正試験の完全解説10年分過去問講座、ぜひお勧めしたい内容になってます。じゃあ皆さん、欧州館目指して頑張りましょう。